こんばんは、ジョン・カビラです。今日はファン待望のフレンドリーマッチ、バルグビンダム対アタランタ。今日の試合は解説に中西哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バルグミンダム、前評判では勝って当たり前と思われているようなんですが、中西さんはどう思われますか？まあ、予想通りいかないのがサッカーなんですが、試合内容がしっかりしたものであれば結果はついてくると思います。激しい奪い合い、中来てます。主審の笛が鳴りました。繋いでアンディアン、ワンタッチでミドルレンジから狙った、跳ね返した。これもクリアされます。ここぞというところにはしっかり寄せてますよね。いやー、キーパーいいですね。さあ、前半も時間が少し経ちました。バルグミンダ、立ち上がりどうですか？出足はいい感じでしょうね。ボールはタッチを割ります。ボールを入れるのはアタランタ、ボールを入れるのはマルコリー、縦に出してを取られました。さあ、チャンスになります。さあ、正面だ。硬い守り、アンディアン、アタラン。前半も半ばに差し掛かりましたが、まだシュートシーンが見られません。一本シュート打てば選手の動きも変わると思うんですけどね。フォワード、アンディアン、回して両先制点のチャンス。バット足でいきました。これはファールになります。熱くなりすぎると逆に危ないですよ。アタランタ積極的ですね。これはイエローカード、本日これが最初のイエローになります。直接フリーキックです。いいポジションです。ここです。いいところへ、ヘッド決まった。バルグミンダム先制点をもぎ取りました。アンディアンヘディングで合わせた。大歓声が響き渡ります。しかし今のはうまく決まりましたね。そうですね。バルグミンまずは1点先行しています。見てる方としてはこれが面白くなりましたね。はい、引き続きここから注目していきましょう。ホイッスルがありました。ファールのようです。アタランタボールになります。30分を回りました。キーパーキャッチ、頭で、そしてここはリンガッツイン、送ってリンガッツイン、ホイッスルです。この位置から蹴るのはリンガッツイン、ファールとなりました。このセットプレーは当たる、直接狙った、リンガッツイン中央から持って上がります。積極的に奪いに行きます。ラッツァーリ、左へ出した。右サイドバック、メルヒオット、前に出した、取られた、
ここからラッツァーリ、そこからマルコリーニ、おっと上がりました。フリーキックとなります。バルグミンダ1対0でリード。まだ勝負は分かりません。右サイド、アンディアーン中央にいる、上が鳴りました。前半終了。バルグミンダム先制して前半を折り返せたわけですが、中西さん、はい、攻守ともいい動きができてましたよ。それでは前半戦のデータをもとにお話伺います。さあ後半開始です。ハーフタイムでのメンバーの入れ替えはないようです。スライディングに行った、前へ送る、一旦返します、中央へ返して、そしてベルナルディ仕掛けます、いいパスだ、いいディフェンスです。バルグミンダ後半立ち上がりですが、中西さん、はい、このリードをより確実なものにするためにさらにゴールを狙っていきたいですね。あっと上です、ファールがありました。ここからのフリーキック、直接狙う、ジュリアン・グレイ強烈なシュート。今の攻撃はいかがでしたか、中西さん。はい、いいと思いますよ。あと少しですね。縦に送ります。後半の15分を回りました。ボールはタッチラインを割ります。スローインはアタランタ、ボールを持っているのはリンガッツィーニ、ブダ、ここはボールを下げました、ドリブルで上がっていく、おっとファールがありました。バルグミンダもちょっと調子が落ちてきてませんか、うん、ちょっと疲れてきましたかね。そして右からリンガッツィーニ、ここはマルコリー、あっと上が鳴りました、ファールです。このボールを蹴るのはマルコリー、ヘッド、タイマー、いい反応を見せました。バルグミンダちょっとラフプレーが目立ってきましたね、中西さん、はい、カードだけはもらわないでほしいですね。まもなく後半の30分が経過します。ドリブルで上がっていく、中には2人いる、ムスタファ・イゼル、後ろから倒された形となりました。これ取られるでしょう。そうですね、イエローカードもらった、プレーが荒くなってきました。さあこの位置からのプレースキック狙ってくるんでしょうか。これはないですよ。またチャンスですよ。また上げた、ヘッドだ、小さく頭でクリア、俺もクリア、前に送ってダウン、右を使ってきた、左にさばいて繋いでモントリード、まだ時間はあります。あっと危ないプレー、後半40分が過ぎました。あっと上です、不審を取ったようですね。直接フリーキックになります。決まれば同点、これは真正面。今日の試合ファールが多い展開になってしまってます。球蹴り厳しい当たりが多いんですけど、いろんなプレーを心がけてほしいですね。バルグミンダ、ここからの直接狙った、ムスタファ・イゼル、ファールです。ロスタイムは3分ほどあります。回してマルコリー、アタラン左サイドを上がっていく、そして今試合終了、1対0バルグミンダム
1対0で勝利、踏ん張りました。中西さん、前半